どうも、A1003HI です。前回、ウルトラマンが暴れたという情報がありました。そして今私はその現場に来ております。分作士、ウルトラマンは本当に暴れたようです。見てください、この破壊を。子供なんかこの通り。ともかく、街にいる皆さんに一人ずつ聞いていく必要があるでしょう。ウルトラマン、あなたを今まで正義のために戦ってきた。なのになぜこのようなことを。あなたは本当にウルトラ宇宙ウルトラマンのことといえば、確かにガイア生物よく知っています。なんということでしょう。我々はこれからウルトラマンと戦わなければならないのです。はっきり言って、どうすれば、って、私はいつまでこんなセンチメタルなこと言ってるんでしょうね。はっきり言って、バカらしくなりました。だってそうでしょう。さっきからここにいるのがウルトラマンでは。そもそも肝心のウルトラマンがいるのになぜウルトラマンが暴れたことになってんでしょう。そこがちょっとわからない。まあともかく、聞いた話ではウルトラマンだけ肝心のセブンは出ていないということ。そもそもたった一体だけでこんなにやるなんて、一体何が目的なんでしょうか。このウルトラマンはやはり TDF をごまかすためか、凶悪な宇宙人だと思わせるためか。はあ、それで言ったら何の、気が重い。とりあえず皆さんと話し合いましょう。これから本当にウルトラマンが街を破壊しておらん。違う、絶対に違う。つけたん、笑わしくないぞ。北斗騎士ガイエス TDF に戻ってくるの通信だ。こっちにいえいうせいばずらしパラワイトのフコツクへ負けてない。寸劇に大変です。宇宙人このボスをティアナで特殊プログラムが地球グループで、あったいんからとんでもない、とんでもない通信が入りました。大変な人間じゃなく宇宙人が来たようで、急げ、作戦室、作戦室、どうせ作戦室にいるんでしょう。急げ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 、着いた。うわ、本当にいた。君は宇宙人なのか。私はザラブ星から来た友好大使だ。友好大使だって。そうだ、君たち地球人に重要な情報を持ってきた。重要な情報とは何だ。謎の宇宙人ウルトラマンのことだ。ウルトラマン、ウルトラマンは凶悪な宇宙人だ。宇宙を渡り歩き、気に入った星を見つけると、そこで救世主のような振る舞いをする。その星の住民に味方と信じ込ませたって本性を表し、彼らを支配するのだ。誰もがウルトラマンの力を十分に知っているため、抵抗する気力を失う。そのため、ウルトラマンは星を簡単に制圧し、支配することができるのだ。嘘だ！ウルトラマンは地球の支配者と呼ばれていない！何を証拠にそんなことを言うのだ。現にウルトラマンは街を破壊したではないか。あれは偽物だ。ほう、なぜ偽物だと言える。
確かにウルトラ族は銀河連邦警察内でも謎の存在なんだ。俺たちにとっても味方なのか敵なのかはっきりしない。そんな、今までウルトラマンは地球のために戦ってくれたじゃない。カリオスそんな感じでかわいそうよ。それはいい。ウルトラマンに支配されれば地球の環境は破壊されず済む。いいです、行ってくぞ。自分の星すら満足に守れず、他力本願で自分勝手な地球人にはふさわしい支配者だ。ユージェスというとこ、なかなか面白いやつだ。みんな落ち着け。ウルトラマンのことはともかく、ザラウス星の有効だし、君も地球にとって利他であるかどうか我々にはわからない。それに君が ETF の宇宙人だとも考えられるんだがな。いいだろう。では東京上空に発生した電磁気流を取り除いてみましょう。あいや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 。さあ、電磁気流は消滅した。調べてみてまい。本当です、キリが消えました。これでどうかな。まだ信用するわけにはいかない。疑り深い男だな。ところで君たちはジャミラという男を知っているか。ああ、TDF 海宇宙探検隊の宇宙飛行士、ジャミラ隊のことか。私は宇宙で遭難した海を救い、地球へ連れてきた。その連絡を受けていない。ジャミラが送った遭難信号を受信していなかったのか。君たちも無責任だな。うん、まあいい。後で彼をこの基地へ連れてこよう。桐山隊長、分座信にまたウルトラマンが出現し、町を破壊しているとの連絡が入りました。これではっきりした。ザラブ星人の言う通り、ウルトラマンは人類の敵だったのだ。ワイヤーセーバーズは直ちに出撃し、ウルトラマンを撃退してもらえ。わかりました。ダン、君は TDF へ残ってくれ。なんだ。まさかの時のためだ。まさかの時。負けた。では、分析。まずは、それセーブ、これからセーブしていきたいます。そして、グランドバイ、会、いよいよ、します。我々は、ちゃんと対戦しかねません。ウルトラマン、ウルトラマン、やはりあなたしなくては、有能敵なの。あんなに、ために戦ってきたわ、ち、か、たんですね。平和の、本気取る人として、嘘だって、な、こんなこと言うんでしょう。だから、どうか考え、もう、なんでもさっきからここに早田隊員がいるんですよ。ウルトラマンがいるんですよ。早田の言う通り偽物です。そうに決まってます。では本日はここまでです。さようなら。